まだ明るいね、7時なのに。ね。うん、もうあと5分くらい。こっちゃんよく見てね。よく見てね、危ないからね。周りよく見て。ああ、その取り方か。その取り方かよ。結構あっちこっちありましたよ。あ、岡田さん。あ、そう、ツッキーさん。あ、伊藤さんね、伊藤さん、そういえば、領収書ちょっと返さないで。何の領収書？支払ってもらったユニフォーム代。ユニフォームは別に行ったけど。さすがきっちりしてるね。いいなんかね、覚えてないからちゃんと。これがある人はまだ払ってないっていう。なんであそこにいるの？あ、いつもいるんですよ。あ、そうなん。いつも、ね、心配する。心配するもんね。寝てる。僕はちょっと寄り道したいところがあったんで、そこで別れちゃった。一回家帰っちゃったんだ。帰っちゃった。どうよ、こっちゃん。上手になったかな。来てんじゃん。発声もしたからやだ。ちょっと初お披露目。発声だお前。いいんじゃないの。向こうもな、人間ね、車の中にジュース置いてきちゃったよ。いや。ローソンのやつ師匠あれだよ、それでさ、今日ヒット打たなかったらバーミヤン水だけだよ。いや、ほんとだよ師匠。全然食べてないよ。いや、じゃあ師匠のために買ってきたんでしょ。それでお腹と背中今、欲しそうなのよ。いやいやいや、キちゃんちょっとキャッチボールやるよ。今日打順ね、ちょっと遅くなっちゃったんだけど、ね、見てないと思うんでね、1番鍋ちゃんね、2番に小川さんだね。で3番月の日くんか。3番月の日くんで4番に小原さんね。で5番に鈴木さん。
で6番に田島さん、7番が誰だっけな、5番の俺、うん、そうそうそう、7番伊藤さんだ、7番伊藤さん、7番伊藤さん今日はサード、サード、サードで8番に加賀くんだね、ライトで、で9番がチマちゃんだね、9番チマちゃんだ、で10番俺で、11番が師匠だ。初物に関わらず、あれ今日ウグイス嬢いるじゃん。何ウグイス嬢使うの？こんなん持ってた。あった。え？そうだよね。マジ？ウグイスいるじゃん。え？誰か知り合い？あのウグイス。メンタルウグイス。いやお金かかるの？いや。じゃあもう一回見ほら、じゃあみんな一回揃ったんでね、1番センターなべちゃんね、で2番に、小川さんが DH、 終わったら、うん、途中からセカンド買いました、ね、で3番に、ショート月垣君、空いてないよ、ね、4番にセカンド、あいやそこ空いてるよ、うん、こっからはね、こっから入れない、で5番にピッチャー鈴木さんね、おいいじゃん、いいじゃん、おっせーっしょ、おっせーっしょ、6番がレフト田島さんだね、あ、おめでとう、ごめんなさい、ちょっとそこまで遠くなるとダメなんかな、伊藤さんが7番サード、ね、5メートル、うん、で8番がライト田島さんね、キャッチャーのお面すごいじゃん、メジャーリーガーみたいな、で9番が加賀君で、加賀君の、え？審判で、ああ、上はちょっとあれだな、菊ちゃんのじゃないな、で11番師匠 DH ね、なんかちゃんと投げられるようになってた、うちの娘も、で一応7時10分開始予定で、もっと大きいもんね、5年生だもんね、3年生、ビューンって投げるからそうなんだ、なんか剛速球投げそうだ、あ、OK、上はさっき言ったけど、なんか内側みたいな感じ、うちの